ホンダの CR-Z に、BSS キットが付いています。これはですね、どんなサスペンションなのか、野瀬さんに聞いてみたいと思います。はい、まず車高が30ミリダウンです。どうですか斉藤さん、かっこいいですよね。かっこいいですよね、うん、本当に、はい。で、ハンドリングが気持ちよく曲がっていける、そんな車に仕上げてあります。おこれ実はそんなにあれじゃない、体育会系じゃないですよね。そうですね、はい。じゃあどんなあの足回りなのか乗ってみたいと思います。はい、CR-Z の、BSS キット、車高調整式の、サスペンションですね、はい。プリウスなんかに比べると、ちょっとこう固めというかスポーティーな感じがするんですけど、はいはい、ハンドリングの楽しさを引き出してあげようということで、そこら辺を重視して開発してます。なるほど、硬いっていうとゴツゴツしたっていうイメージがあるんですけど、はい、そうじゃなくて締まってるんですよね。余分な動きをしないので、はい、ロールにしてもピッチングにしてもスクロートにしても余分なこういう動きをしないので、はい、あの車がすごくなんか素直というか、こう思った通りにこう機敏に動いてくれるという感じがしますね、はいはい。回り込み感とかもグーッと出してありますので、回り込んだコーナーなんかも実は純正苦手なんですけども、これはあの逆に気持ちよく思ったラインで走れるようになってます。あのライントレス性っていうんですけどね、思ったところにこう車をこうちゃんと運んでいける、はい、タイヤを、じゃああそこに乗せましょうって言ってこう狙ったところにちゃんと、ね、車が持っていけるんですね、はい。あのここまで足がしっかりしてくると CR-Z もあのなんかスポーツカーな感じがすごくしてきますよね、はいはい。まあ、走っててかなり楽しいと思うんですけど、実はですね、はい、フロントとリアのロールのバランスというのもものすごく重視して開発したんですよ。とダを切ってフロントが曲がるのではなくて、フロントとリアとこう並行してこうロールさせるようなイメージですね、はい。そうするとあの素直に車が曲がっていくような、はいはい。あ、そうですね、はい、あのフロントだけを柔らかくしてこうノーズだけが入るようにしちゃうと、はい、どうしても後ろを軸にしてこう動く感じがあって、旋回しててあんまり気持ちよくないんですよね、はい。これもあのサスペンションの、ね、ストロークがあんまりこうある方じゃないと思うので、はい、作る側としては結構大変だったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、短いストロークの中で綺麗に足を動かしてあげなければいけないので、非常にそのそこら辺は苦労しましたね。